皆さんの英語学習プロジェクト成功するかは目標が明確であるかにかかっています。皆さんこんにちは、エミです。今日は長らくお待たせしておりました目標設定についてお話ししていきたいと思います。この動画は自分で自分のコーチになるの2本目となっています。1本目まだ見てない方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらを見てみてください。1本目では導入として、どんな流れでできないことをできるに変えていくのか、自分で自分のコーチになるにはどんな技術が必要で、どんなステップを踏んでいくのかっていうのを説明しています。で、今回のビデオ2本目なんですけれども、この2本目のビデオでお伝えすることがしっかりとできていれば、あなたの英語学習プロジェクトは成功します。この動画でのゴールは、皆さんの目的目標、英語学習における目的目標ですね、これを明確に、しっかりとイメージのできるものを作って、で最後には、紙に書き出してどこかに掲示してください。この2つステップ、この2つのステップを順を追って一緒にやっていきたいと思います。この2つのステップがなぜ重要なのか、自分が、英語学習を行ってきて当然大切だなって思うっていうのも一つ大きな要因なんですけれども、プロジェクトマネージャーをしていて、一つの、期間が区切られていて、今までやったことのない、内容を組織で行うとき、一つのプロジェクトとして組んで行うとき、何が一番大切かと言いますと、先ほど英語学習と一緒で、目的と目標がしっかりしているか、しっかり明確で、その目標を見れば、自分がそれぞれのチームがですね、それぞれのチームのメンバーが自分が実際に毎日何をやればいいのか分かるっていうぐらい明確であること、あとは毎日ブレずにチームの中で共有できていること、これが、この2つがとっても重要です。この2つが、しっかりしていないと、目標がぼんやりしているとそれぞれのチームメンバーの解釈が違ってきます。解釈が違ってくると、その日行う作業っていうところに少しずつズレが出てきます。目指すベクトルがずれてくるイメージですかね。で、それを週1ぐらいで、共有していたとすると、その人、そのメンバー A、B、C それぞれで昨日思っていた認識と今日思っていた認識、または明日思っているであろう認識というのが少しずつまたずれてきます。ってなると、つどつど認識を合わせて、ゴールここだよね、作り出すものってこれだよねっていう認識合わせをしていかないと、蓋を開けてみたらなんじゃこりゃっていうものが、出来上がることが多々あります。この開発などで、行われているプロジェクトのケースを英語学習に当てはめてみるんですけれども、英語学習って一人で行うプロジェクトですよね。会社で行うプロジェクトと違う点がありますよね。メンバーがいるかいないか、一人かメンバーがいるかいないかですね。ただ、よくよく考えてほしいんですけれども、先ほど言ったように、一人のメンバーの中でも昨日の認識、今日の認識、明日の認識っていうのがずれる可能性があります。これは一人で行う英語学習においてもあり得る、起こり得ることなんです。なので、先ほど冒頭で言った今日やってほしいことは2つあります。英語学習を行う目的と目標、この2つをしっかりと明確にすることと、あとは、それを書き出して掲示してもらうこと、この2つ目、掲示してもらうっていうことが、今日その目標を制定して掲げたんであれば、今日のあなたの認識と明日のあなたの認識、もしくは1ヶ月後、1年後のあなたの認識を合わせるために、しっかりと毎日毎日目線をアジャストしてください。調整してあるべき姿っていうのを捉え直す習慣をつけてください。これを行わないで、頭の中だけでこんな風になりたいっていうぐらいのぼやっとしたものを持ち続けていると、目的
を達成するための目標なのに、目標を設定して毎日これを何分やるっていうのを設定してしまったら、目的を見失って目標を達成するのが目的になってしまう。これすごくもったいないです。毎日行うこと、英語学習自体が目的になってしまうと、これやってても本当に喋れるようになるんだろうかとか、これはいつになったら上達するんだろうなんていうような悩みが出てきたりします。はい、ということで、絵が描けるぐらい明確にした目的目標と、あとそれをしっかりと毎日目の届くところに掲げておく、今日の自分、明日の自分、1ヶ月後の自分の目線を合わせる習慣をつける、この2つをこの動画を見終わった後に実行し始めてみてください。それでは、明確な目的と目標、英語学習なんでやるの、どこまで行ったら成功なのっていうのを立てていきたいと思います。目的と目標、結構言葉としては身近なんですけれども、皆さん違い説明できますでしょうか。世の中にはいろんな定義があるんですけれども、プロジェクト、プロジェクトマネージャーなので、プロジェクトを管理するという意味合いで、一応この動画の中で定義しておきたいと思います。目的、これは目指すべき、あるべき姿、っていうくらいなので結構抽象度が高いです。例えばこんな風に人生を楽しむ、もしくは人の役に立ちたい、もしくは自信をつけたい、この、3つのようにすごく抽象度が高くて、自分が幸せに感じているような、意味を持てるなと感じれるような状況ですね、姿を表したりします。それでは目標、どんなものか皆さん分かりますか？目標というのは、先ほど言った目的、これを達成するにはどれがどれぐらいできていればいいのかっていうのを具体的に表したものです。具体的に表したものなので、なるべく数値などで表すのがポイントです。ここで、少し気をつけてほしいのが、目的っていうのは1つ、もしくは多くても2つぐらいです。それに対して目標っていうのはいくつあっても構いません。具体的にすればするほど、たくさん出てくるかと思います。その具体的な目標をいくつも、出してみて、でどんな目標、どんな達成したい姿、どんな達成したい水準があるのかを一覧に出してみてください。書き出してみてください。で、それぞれを見ていって、どれからやっていけば一番目的を達成するのに効果がありそうかっていう優先順位をつけていきます。いくつか目標を書き出していただいて、よし、それでは、優先順位をつけて上からやっていくぞ、効果のあるやつからやるぞって思って、どれが優先順位高いんだろうっていうふうに思ってしまう方いるかもしれません。優先順位って本当に明らかにこっちの方が大切だとかっていうもの以外、結構どっちが優先なんだろうっていうのが日々やり慣れてないと多分難しいと思います。なので、一つフレームワークみたいなものをご紹介したいと思います。それは緊急度と重要度で分けるマトリックスです。マトリックスって聞くとなんだか小難しく聞こえてしまうかもしれないんですけども、やることはとっても簡単で、こういうふうに、図というか表みたいなものを書きます。で、縦軸が重要重要でない、横軸が緊急緊急でないっていう横軸を書きます。で、緊急であるっていうところと重要であるっていうところからやっていきます。2番目は重要であるが緊急でない、3番目は緊急であるが重要でない、なんていうふうにやっていきます。で、これからどんどんやればやるほど目標が増えていくなんてことも出てくるかと思うんですけども、重要でなくて緊急でないものに関して、これはやらないっていう選択肢を用意してください。しっかり、管理して、
緊急であるものを先にやろう、重要であるものを先にやろうってなると、緊急じゃないし重要でないっていうものに割く時間はなくなってくると思います。冒頭にも言った通り、目標は明確でなければ意味がありません。明確でない目標を設定した時点でプロジェクトの失敗が見えてきています。なのでしっかりと明確な目標を立てていきたいんですけれども、明確ってどの程度っていうのも皆さん疑問なんじゃないかと思います。私が定義する明確っていうのは、あなたが思い描いている英語ができるようになっている姿っていうのを人に言葉で同じ絵を描いてもらえるぐらい明確にしてください。何かを細かく 分解したり、具体的にしていったりするのによく使うフレームワークが 5W1H だと思うんですけども、それに Whom 誰に対してっていうのと、あと How much どれぐらいっていうのを加えて 6W2H を分かるものだけっていうのでもいいんですけれども、慣れていけばだんだん使えるようになっていきます。心配せずに使えるところから活用してみてください。例えば私の生徒さんで、いくつか目標を設定したんですけども、その生徒さんは看護師さんをしてらっしゃいます。その看護師さんの生徒さんの場合、 6W2H でいきたいと思います。Who、 これは学習者さん、その生徒さんですね。私が Whom、 採血をしに来た患者さん、外国人の患者さんに対して、When は、その人が採血に来た時かな。で、Where はその病院ですね、病院で。で、Why、 これは、その方の目的、一般的にここは目的が来るかと思います。これは、その患者さんを安心させたいから。で、What っていうのは、採血の目的であるとか、採血をする流れっていう、これをやったらこの後これをやりますとか、これだけの血を取るのにはこんな理由があります。針を刺す前に何々を言いますねですとか、一般的に皆さんが採血をしてもらう時の、インストラクションに加えて、海外で採血を受けたことある人と、日本で採血受けたことある人いると分かると思うんですけど、結構違うところあると思うんですね。なので、その差分っていうのも知らないといけなかったりしますね。その内容を伝えるためのボキャブラリーと、あとはしっかりと正しく伝えるために文法を知らなければいけません。で、筆談なんかではコミュニケーションを取らないので、口に出して発音できることが条件になりますね。主にこの3つ、あとは作文力みたいなのも出てくるかと思うんですけれども、主にこの3つをその内容に対して強化していくわけです。この2つの H、 How、 How much、 この2つが実際に毎日行っていく学習の内容に直結してくるかと思います。どんな内容の英語を運用しなければいけないのかっていうのが分かりました。それを習得するためにはどれぐらい毎日やればいいのかっていうのが How much になります。完成度の基準として、テンポはそんなに早くないんだけれども、紙に書いて完璧使いながらなんとか伝えられるレベルを目指すのか、テンポはそんなに早くないんだけれども、しっかりと時間を取ればコミュニケーションが取れる、相手の不安を取り除けるレベルを目指すのか、あとは流暢に相手のリアクションもちゃんと加味しながらコミュニケーションが万全のような段階まで行く最終目標なのかですかね。どれぐらいのレベルの技量で、その What に出てきたコンテンツの内容が運用できるようになるのかっていうのを制定したら、それがそのまま、毎日行う英語学習の量に落ちてくると思います。はい、ということで、ちょっとですね、他にもいろんな目標が皆さんあると思うので、例を挙げていくつか見ていきたいと思います。例えばまず目的として人生を楽しみたいっていう目的があったとします。で、目標が海外旅行、海外行くのが好きなので海外旅行で使う英語を身につけたいっていう場合、
海外旅行を楽しむってどういうことなのかっていうのをちょっと考えてみてください。私の実際の生徒さんでいらっしゃったのは、人生を楽しみたいっていう目標があって、海外旅行が好きなので海外旅行も楽しみたい。よくよく話を聞いていくと、毎回毎回小さなトラブルがある。トラブルが起きるのは仕方ないので、トラブルを、適切に対処できるようになりたい。トラブルが起こってしまった時って、そのトラブルのインパクトがすごく大きくて、帰ってきて楽しかったって聞かれて、楽しかったんだけどってなっちゃうっていうのがあるかと思います。なのでこの時のこの場合の目標の Why は、トラブルをきちんと対処できるだけの英語を身につけて、旅行の思い出の中からトラブルのイメージを少なくしたい、そんなところになるかと思います。なのでここで、Who はもちろん私になるかと思います。で、Whom っていうのも、シチュエーションを細かく、目標全体を具体的にするのにとっても重要な役割をします。私がよく戸惑うのって、海外の電車って遅れてきますよね。で、現地のアナウンスでは何々が何分ぐらい遅れてますとかっていうアナウンスがされたりするんですけども、英語でなかなかされなかったりすることあってですね、フランスとかドイツの少し郊外の駅でのアナウンスってほぼほぼ英語なかったりします。その時に私が現地の人に英語で聞いた内容とかで言うと、私はここ行きのこの電車に乗ろうとしてるんだけど、どうやら全然まだ来ていないようで、遅れているか分かりますかとか、あとは、プラットフォームが変更になったりもするんですね。その待ってる間に何々行きっていうのをすごく注意して見てたんですけど、時間を過ぎてもその電車が見えなかった。で、違うプラットフォームでは行き先は違うんだけれども、こう何本か電車が行っていたんですね。なので、行き先が変わるっていうのもどうやらあるみたいなことを聞いたことがあるので、そんなことあるって思うんですけどそんな情報も頭の中をよぎったので、そこら辺にいた人に聞いてみました。この電車に乗りたくて、待ってるんだけど、ここで合ってる、電車って遅れてるっていうのをその近くにいた人に聞きました。で、アナウンスでは実際に何々行きのこの電車が15分遅れてますっていう風にアナウンスしてたらしいんですね。なんですけど私はドイツ語がわからなくて、あたふたというか、ってなってたわけです。なのでそんな風に、電車が遅れるとかプラットフォームが変更になるっていうことって海外では日常茶飯事なので、そういうトラブルというかですね、困った状況を打破するような英語力をつけたいっていう、目標を設定するのであれば、先ほど言ったように 6W2H で言ってみると、Who 私ですね。で、Whom、そこら辺にいる人かな、駅員さんでもいいですね。で、When、電車が来ない時で、 Why だと、電車に乗り遅れたりすると旅の思い出が台無しになっちゃうから、それは避けたい、それをトラブルと捉えて、トラブルをうまく、ディールできるようになりたい。で、 What、 どんな英語を言えなきゃいけないのか、どんな英語が言えるようになったらその Why のトラブル回避が達成できるのかですね。これは先ほど言ったように、この電車に乗りたいんだけどっていうのとか、あとは、ここのプラットフォームで合っていますかなんていうようなフレーズが出てくるかと思います。これに付随するボキャブラリー、英文法、あと発音っていうのが、What になるかと思います。で、 How っていうのはシチュエーションの中身、使えそうなフレーズを調べるっていうのとかと、それを身につけるっていうのを手段とできますかね。で、 How much、先ほども言ったように、何かガイドブックを見ながら、発音できればいいのか、自分の頭の中で突発的に出てくるようぐらいまで瞬発力の高い英語運用能力を身につけたいのか、それによって、毎日やる、学習の量が変わってくるわけですね。
はい、このように、まあ、6W2H っていうのを使いながら英語をできるようになりたいのできるの定義を細かくしてください。英語ができるの定義がいくつか溜まってきたら、それを重要度と緊急度でマトリックス作って優先順位つけて上からやっていきましょう。冒頭でもお話ししたように、プロジェクトはチームメンバーの目線が少しでもずれるとプロジェクトの失敗に少しずつ近づいてしまいます。成功させるためにはプロジェクトの目線がバッチリ一緒でなければなりません。一人で行う英語学習においてメンバーって誰っていう話なんですけど、それは、その目標目的を制定した日のあなたと今日のあなたと明日1ヶ月1年後のあなたの目線です。なのでその目線が常に一緒であるか、常に一緒の方向を向いているかを確認してください。で、前半でもお話ししたんですけれども、目的はほぼほぼ1個です。なんですけど紐づく目標っていうのがいくつもあります。で、自分が立っている位置、ゴールに近づいて一歩一歩近づいていけばいくほど見える景色が変わってきます。で、状況も変わってくると優先順位も当然変わってくるでしょう。まあ、最初は、ビジネスで使うために読み書き中心だったりとか、ビジネスライクな英語を身につけたいって思って勉強を始めたとします。それに紐づく目的とそのビジネスに紐づく目標をいくつか制定したとします。で、やっていくうちに、今度のゴールデンウィークに海外旅行に行こうと思うっていう、イベントができたとします。そしたら、多分プライオリティ変わってきますよね。少しその現地で、トラブルなく過ごすためにトラブルシューティングっていう目標、まあ、現地で英語でトラブルシューティングできるようになるとか、まあ、現地の人と交流したいから、現地の人と話すような英語を身につけたいとか、一番初めに目標目的設定した時と景色変わってますよね。状況が変わってますよね。なのでプライオリティもそれに応じて変わるのが自然です。常に自分の、状況と目標っていうのを照らし合わせてプライオリティを変えていける、アジャスト力、調整力みたいなものもどんどん身につけていってください。なんですけど目的はずっと一緒です。人生を豊かにしたい、楽しみたい、自信持ちたい、人の役に立ちたい、まあ、どんなものが自分の本当のコアの部分にあるのかを、問い続けてみてください。その人みたいに英語が喋れるようになりたいのはなぜなのか、なぜ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 って何度か聞いてみてください自分に。で、最終的には、英語を話しているその人がとっても自分に自信を持っていそうで楽しそうだから、自分ポジティブそうにしているからっていうのが結構あったりするんじゃないかなって思ったりもします。はい、ということで長くなってしまいましたが、あなたの英語プロジェクトが成功するには明確な目標目的が必要です。その目的目標を毎日、認識合わせをしなきゃいけないので掲示物が必要です。なのでこれが終わった後、皆さんが持っている目標っていうのを書き出して、一番プライオリティの高いものがこれなんだっていうのを認識できるような紙に書き出してみてください。で、それを毎日見えるところに貼ってください。あ、プライオリティがですね、なかなか決まらない人、まあ3つとか、まあ、この3つ全部トッププライオリティだっていうのがあったら、どれを達成したら一番ワクワクするか、一番嬉しいかっていう気持ちに応じてプライオリティ立てても OK です。英語は本当にコミュニケーションのツールですし、まあ人生の目的を達成するただのツールというか、まあ、通過地点かなと思っています。なので、まあ、最終的にはあなたの人生を良くしてくれるツールです。明確な目的目標を持って毎日それを見て、ワクワクした気持ちを思い出して英語学習頑張っていきましょう。まあ、こんな風に、英語学習の頑張り方をお伝えしている、効率的にうまくポジティブに頑張れるように皆さんを応援しているチャンネルです。
こういう動画いいねって思ったらぜひビッグライクお願いします。今後もこんな風に自分で自分のコーチになる、英語コーチになるなり方であるとか、まあカルチャーであるとか、まあいろんな英語の楽しい部分、ワクワクする部分、面白い部分っていうのをお届けしていけたらなと思っております。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。 Alright, thank you very much for watching. I will see you in the next video. Bye bye.